こんにちは。こんにちは。ごめんなさい、自己紹介お願いします。はい、GPIT チャンネルのケントです。パートナーのナナです。はい、よろしくお願いします。はい、私のピガ。よろしくお願いします。いるでございます。ピガ。私初めてなんですよ。FTM の方のカップルとコラボするの。あ、そうなんだ。今日は何を喋りたいかと言いますと、昨日ストーリーで募集して FTM カップルについて気になることをちょっとみんなで喋っていこうかなと思っております。はい、ありがとうございます。1000円の頭蓋骨やんない。ありがとうございます。私見てました。もう一方的にやってるとあ、銭湯とかどうしてますかっていう。最初からぶっ込みますね。あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。大丈夫、全然大丈夫です。やっぱ気まずさとか入りづらさ、僕下ついてないんですよ。はい、全然結構したけど下ついてないから、僕はめちゃくちゃこう隠してバレない角度を編み出したんですよ。あ、入ってる時はもうしょうがないから、はい、すごい手前の壁際にいる。フロントは取られないみたいな感じ。出る時の角度でバレないような角度を編み出したっていう感じ。あともうタオルをやっぱギリギリまで押さえてサッとみたいな感じですね。そうですよね、うん、ちょっとまだ銭湯行ったことないんで、デビューしてないんで最初やっぱ緊張するよ ね, ね。一緒に行く。あ、ぜひ行こう行こう。本当ですか。そうそう、行こう行こう。サッカーとか行こうよ。あ、角度を教えて。これはナマさんにも聞きたいんですけど、お付き合いの中で女の子と女の子 FTM なんかどう違いますかみたいな質問が来てたんですけど、なんか回答にならないけど、はい、本当変わらない。何も変わらない。そうなんですよ、違いがない。これ、うん、このGPIT のことも撮ったんですけど、マジなくねっていう話になったんですよね。そうね、線引きが ね。まあでもその女性として付き合ってるわけじゃないでしょ。うん、もちろん私自身もセクシャリティがまずパンセクシャルっていうところもあるので、こう女性が好きっていうのではなく、その人自体を見てるので、そこにあまり性別を固執してないというか、その人と付き合ってたらみんな初めてだから、うん、っていう。いいこと言った。はい。もうカットなしで全部使って。質問がいっぱいあるんですけど、私が個人的に聞きたいので、はい、ちょっと携帯をしまいます。はい、子供がいて、で子供にももうカミングアウトしているの で、うん、子供も理解してるし。うん、もし子供に、今子供は7歳なんですけど、うん、小学校1年生で、子供にカミングアウトしてなかったらちょっとケアしてもらうとかあったかもしれない。お風呂の時にちょっとフォローしてもらうとか。それってそのカミングアウトするまでってどういうノリというかあれだったんですか。いや、それがね、今7歳なんだけど5歳の時にカミングアウトしたの。はい、で4歳から一緒に住み始めてるんですよ。で最初の1年間言ってなかったんだけど、僕が2人でお風呂入れるとかもあって、その時に彼ね、はっきりついてるねって言ったの。へえ、はっきり言ったの見て、毛があるでしょ、はい、それをのれんみたいにかけてついてるねって言って、そこからも完全にメンズって思ってるんだよね。ちょうど天才テレビ君で LGBT のコーナーがあって、今天テレそんなコーナーやってるんですよ。でトランスジェンダー吹いてたの。へえ、この子元女の子なんだ男の子なんだみたいな話してたから、その終わった後にすぐ言って、それはやっぱちょっと理解に難しかったみたいで、でもその後にこう分かってくれたみたいな。で最近はね、それからもう2年くらい経ってて、うん、テレビでトランスジェンダーが出ると、あ、パブみたいな人でしょこれみたいな、うん、あ、もう一致してるんだなっていう、うん、偏見とか全くないね。全くない。すごい。なんかお客さんでその周りに全く友達がいなくて、うん、その FTM の人もいなくて、うん、で胸オペは終わったけど、うん、そのどのラインが正解みたいなのがいて、なんか大体の人ってどうしてるんですかっていう。個人差あるじゃないですか、はい、やっぱ男性の乳首とか乳輪に比べるとやっぱ大きいですよ、女性の方が、うん、だから、いや、これ難しいよね、どこまで自分で認めるかっていう、はい、胸オペもそうじゃない、ちょっとこうえぐれが残っちゃったりとか、男性の胸筋の上に乳腺がポンってついてるわけじゃないから、うん、こう取った後にやっぱちょっとね、イメージと違ったみたいなのがあって、うん、何を持ってよしとするかって個人差あるから、うん、気になってるとかすごく大きかったらやっぱり
る人多いんじゃないかなって感じするんですね。どのぐらい大きいの？いや、弟に見せたら、うん、あ、大きいねって言われました。そうそう、なんかしかもさ、大きいと遊んでるみたいに思われない？そんなことない。ゲイのプールパーティーで DJ やったことがあって、その時に、あ、君遊んでんねとか言われて、ゲイだと思われて、あ、遊んでるっていうふうに言われるかと思って。ナマさん、思いました？乳輪ちっちゃいね、これ。乳輪ちっちゃいけど、やっぱ地頭はメンズに比べたら大きいと思う。どんぐらいかって言われて、そう、平均が、そう、そりゃそうなんです。で、私も経験がそんなにない。そう、メンズの乳首とかもこんなに。あ、そうですね。チュンちゃんもチュンって感じだよ。多分私たちからしたら、そんなにメンズの乳首こうやって見てあげるだから初めて終わって、胸ピョ終わって、やっぱ大きいよねって言われた時に、そうみたいな。いや、我々が気にしてる。本人がやっぱり気にしちゃうことをね、軽々しく言えないけど、でもそんそう、ね、そう、本当のパートナー的にはそう、そう、あの、本当がもっと遠い子じゃ潰れないんじゃないみたいな。本人の問題ってこと？そうですね。気持ちですね。私たちが髪を染めたり乾燥するようなものですからね。そうね。そうね。そうね。逆にね、そのすっぴんでもいいよって言うけど、いや、あ、嫌です嫌です嫌です。みたいな感じ。こっちはいいよって言うけど、こっちはみたいな。あ、わかりやすい。すっぴんイコール乳首ですね。ということで、はい、ね、みんなのストーリーの質問を2個だけ答えて、あとは私の聞きたいことだったんですけれども。ということで、チャンネルの紹介、はい、はい、絶対みんな知ってるんですけど、ね、いやいや、そんなことないですよ。だって層が違うでしょ。いや、いいですか、一回。知ってて、ずっと見てました。あ、ありがとう。多分今日めっちゃ緊張してます。ありがとうございました。いや、知らないといるでしょ、絶対。じゃあ、じゃあ、いきます。はい、はい、はい、GPIT チャンネルっていう、トランスジェンダーのがいっぱい出てるチャンネルをやってます。そこにもね、たまに奈々ちゃんが出てくれてて、頭蓋骨編ってついてるのは奈々ちゃんの、はい、コラボ動画になってます。コラボっていうのは長くなっちゃう。はい、ってことで、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、以上、はい、です、はい。